どう、はい、<laughs> ようやくなんかここに帰ってきてあのスタッフのにこやかな顔を見ましたらちょっと実感が湧いてきましたあ、まあ、ただまだ公開がまだなもんですから あ来月の公開に向けてまだこれからあの今度は宣伝活動を始めなければいけないので、えー、あんまりこう緩んでる緩んだ笑顔を見せてる場合でもないので、えー、気合を入れて公開へ向けて走りたいと思いますえー、っとやっぱりあのこれだけの記者の方たちが集まっているということが一番あの大きなショーなんだなというのは改めて思いますしえー そうですねなんか実感ね <laughs> 実感が今ちょっとずつですね多分あのー、これからだと思いますすいません今シャワー浴びたので、えー、ちょっと人行きいたもんですからあのー、LINE とメールが 山のように溜まっっててしままですね、ま、だ、あのー、ありがとうの返信すらできていない方たちがたくさんいるもんですからあの今年はずっと撮影していたのであの年賀状すら出せていないので、えー、俺ぐらいはちゃんとそれぞれの方たちに一言でもメッセージを返したいなと思います意外と前のことって忘れちゃうんですよね 誰も知らないの時も多分あのとても温かい拍手をいただいてたと思うんですけどあの時は連れて行った一緒に行った子供たちの二丁ネクタイつけたりタキシード着せたりしてるうちに終わってしまった感じがあったんであまり覚えてないんです実は。で今回の上映その拍手の長さがどうこうとかっていうのは実はそんなに本質的なことではないと自分では思ってるんですけどもちろんあの。 長いと宣伝に使えるので <laughs> 長い方がありがたいのはもちろんですがただあのまあ深夜の上映にもかかわらずとても熱い拍手が沸き起こったあのそのこと自体はとてもあの前向きに受け止めましたしやはり何より翌日からのこう取材に来られる各国の記者の方たちがあの使う言葉遣いの中にあの立っていた タッチっていう言葉とラブっていう言葉があのすごく今回一番多かったかなと思うんですねそのいろんな言葉で、えー、まず一言感想を言ってから取材が始まるというケースがあ,のああいう場所では、まあ、大体基本なんですけどもその最初にやはりそういう言葉が出てくるというのはあのあきちんと届いたなっていう届い,届いて。 まあ、取材の数がどんどん増えていくという状況だったので、えー、ああこれはいい手応えなんだなというのは翌日からあのかなり実感としては持ちました言葉が難しいんだけどレンズを通すとすごく色っぽいあの普段会ってると本当に天真爛漫な、えー、むしろ幼いぐらいの男の子なんですけどもレンズ通すと非常に色気があるなっていうのが最初の印象で撮影をしていく中でまあ 台本は渡していないなのでどういう物語かは理解してないですし、えー、普段は本当に撮影現場でも妹役の美羽ちゃんとずっと遊んでるんですけどその撮影がどんどん進んでいくと,おと周りの大人をすごくよく観察していて、あのー、今回はどういうカット割りで撮るんだろうっていうのをこう頭の中で先読みし始めるんですよね。だからあの現場ででででスタッフがじゃあカット1ここ,で2で3でってこうやっていくと あの次のシーンでジョーが先にそれをじゃあ1、2、3つってまねをするようになっていってあのそういう非常に周りを見ながら観察をしてえまたそれをこう自分の演技に生かしていくような,なんかそう,したあとうい,いろいろ差し支えがありまして <laughs> あんまりしゃべれないんですよね。 正直、あのー、そうそでなくまさかこんなことになると思ってなかったので直後にちょっとその次回作の件でアメリカに渡る予定を入れてしまったものですからちょっと戻ってくるのに時間がかかったんですけど、あのーまあ、近々、おそらく正式に制作、えー、発表的なことは行われるだろうと思いますのでそこまでちょっと待っていただいてもいいですか。ただ、あの。 えと打ち合わせ自体はとてもうまくいきまして、えー、パルマドールのこともご存知でしたので、えー、あそうですねその時は取ってよかったんだって実感しました授 <laughs> 賞式の後に各国の取材を受けて、えー、夜中もう回ったぐらいからえっ、ー、と 公式のディナーがありまして、えー、そこは受賞者と審査員の方たちが、まあえー、とカンヌの公式会場の脇の何、えー、ですかねあれホールでご飯食べたんですけどそこで、まあ、審査員の方たちにとちょっと立ち話ですけども話をすることができて。えー 審査委員長のケイトさんケイト,トケイト・ブランシェットさんとにかくあもちろんあの今回の映画はこれは多分公式の記者会見でもあの彼女が話してたと思うけれども、えー、と演出と撮影と役者とすべてトータルで良、えー、かったというような話をされてましたけどその時はもう熱くですね 安藤桜さんのお芝居についてて熱熱く厚く語ってましたで女優たちは皆彼女のお芝居特にこれはあんま言えないんですけど細かいとこは泣くシーンがあるんですけどそのお芝居がとにかくすごくて、えー、もし今回の審査員の私たちがこれから撮る映画の中で。 あの泣き方をしたら安藤サクラの真似をしたと思ってくださいとおっしゃってましたそのぐらいやはり彼女のこの映画の中における存在感というのは震災の中の女優たちをとりこにしたのだなというのはその時の会話でよく分かりましたあとはチャン・チェンさんはちょっと あの前から面識があるんですけども彼が言ってたのはあの花火を見ているあの家族全員が縁側に出て花火を見えない花火を見上げているカットがあのとても素晴らしかったあの撮影をすごく褒めてくれましたなんかそれぞれの方たちとのやり取りをがなんかコンペの監督と審査員というよりは本当にこう シンプルに見てあの心が動かされたという感想をみんながあの順繰りに聞かせてくれるというとてもいい,いい時間でしたそうですねちょっとニューヨークに持っていくには重,重すぎてですねこれ本当に重いんですよねだからいただいた当日は授賞式からそのディナーまでずっとこう持ち続けていたのでしかも顔の近くにあげてくれって言われるもんですから。 筋肉痛がが治ったのがようやく昨日ぐらいなんですよねなのでさすがにちょっとこれ持ってニューヨークってわけにいかなかったのでスタッフに預けまして、えー、金庫に保管していただいて、えー、ここで再開しました <laughs> そうですねあのもちろん今思い出したんですけど「あの誰も知らない」の時にも多分あれは空港じゃなかったのかな あの柳楽君にトロフィーを渡すというこういう記者会見をした記憶が今よみがえってましてあの時は逆に僕がずっと持ってて彼に渡したもんですから今回は逆にこう、まあ、それはそれでとても嬉しかったですけど今回なんかちょっと自分のところに戻ってきた感じででもこれ記者会見終わったらどうなるんだろうってまだちょっと相談をしていないので僕が持って帰っていいのかどうか。 ちょっと相談します。一晩ぐらいは抱いて寝ようと思います。今回あのやはり役者のアンサンブルというのがあとてもうまくいったなというふうに思ってるんですね。自分なりの子供の演出の仕方というのをまあこの十五年ぐらいやってきたことと、えー、気心の知れて僕の取りたいものをそこで引き出したい感情をすごく理解してあのシーンによっては演出側に回って でそういうものを引き出してくれるキリキリンさんとリリー・フランキーさんがいてそこにこう新たなさくらさんと松岡さんとが加わってという非常にこうバランスのいい形で6人がメインの6人が集まりましてどの瞬間もやはり皆さんのお芝居がまあ惚れ惚れするぐらい、えー、みんなが相手のお芝居をきちんと受けられるという状況で。 ワンカット目からら始められるというとても監督としては恵まれた環境で撮れたというのがあのすごく大きかったような気がしますね。なのでまずはその役者の芝居を見ていただければと思います。あもちろんさっきの役者さんが本当に素晴らしかったあのもちろんみんな素晴らしいんですけどその先ほど話したさくらさんの。 泣くシーンとかはやっぱり現場で、えー、カメラの脇で僕立ち会っていてもあこれは特別な特別な瞬間だっていうことが、まあ、何度もあったんですね今回の映画は。そういう意味で言うとやはりあのいろんな化学反応が現場で起きて、えー、それはキャストだけではなくてもちろんスタッフも含めてですけども。あのあ いい映画ができたのかなという実感を持ってました。はい、ありがとうございました。そういたしましたら、えー、と凱旋記念凱旋帰国記者会見を、えー、終了したいと思います。えー、とコレイダ監督、えー、とお時間どうもありがとうございました。はい。